はい、順で。いや、これちょっとびっくりしますね。これ確かにないな、見た目。マジか。これがね、解剖学なのよ。へー。アメリカの医学部でね、いまだに勉強してるんだよな、これ。へー、確かに痛みです。木戸選手は、はい、右足、左もなんか最近ちょっと、うん、ちょっと内側にこうなってきたんじゃないかな。外反母趾気味、はい、OK、見てみよう。はい、OK でお願いします。はい、病院では何か言われた？やっぱりその、足をこうアーチを作る、青竹踏んだりとか、タオルを出るときとか、うん、あ、そうですね、タオルあれをやってね、アーチが戻ってきた人俺見たことないけどね。そうなんですか。まあでも足の指の筋肉を使えるっていうのはとてもいいことだからいいんだけど、右足ですって。さあこれで、はい、一回この上に立って立てるかな。大きいよね。大丈夫ね。うん。オッケーオッケー。はい。これで、しゃがんでみて。なるほど。やっぱかかとを向いちゃう。かかとを向きます。絶対浮くよ。ちょっと一回戻って。これ。ちょっとごめん、はい、かかとをついたまま、肩幅ぐらいと、大小運動っていうのが起きて、はい、ここが硬いと、こっち側に迷惑かけちゃうみたいな、そういうことが起こるわけ。はい、はい、これでいこう。はい、それ立ってる？そうですね、戻すところができるもんね。オッケー、はい、戻して。今度ね、厄介な方の右足の方もやっていこう。よし、OK。はい、これなしでやってみて。そういう建物があるんで、この建物沿いに、そうですね、バランスは取れますね。OK、じゃあこれで足の痛いところちょっとチェックしてみて。あ、立って、はい、普通に。痛い？ああ、何確かに。確かにちょっと痛み、ちょっと減ってますね。減ってるでしょ。ちょっとなの。いや痛みはね、絶対取れるの、自信ある。ちょっと待って、まあ、どうやって痛いか教えて。これがこうなるんです、うん、はい、痛いところ指さして。こうす、そこ、OKOK、はい、これ、はい、どう。ああ、確かに痛み、はい、痛み何、痛みちょっと減ってますね。まだ痛いの？減ってる。奥は、でもだいぶ曲がってますね。曲がって、はい、あ、そんなに曲がらなかったの？曲がらなかったです。曲がらなかったというか、これはもう超痛かったです。あ、本当？はい、これ、ちょっと今日直そうよ、じゃあ。ちょっと待って。はい、あ、これだ。いや、優しく教えんだよ。チャンピオンも硬かったけど、これ、相当、歴史あるんじゃないこれ。やば、超痛い。何年ぐらい戦ってんの？もう22年です。22年戦ってんの？はい、え、今何歳？37です。これ38になります。あ、本当？はい。22年戦ってる。はい。23年目です。23年目。かっこいいな。はい、チェック。はい。どんどんなくなってますね。でしょ、確かに。左完全に取るからね、今日。本当に。いや、これができるのそもそもびっくりです。あ、そっち。これできなかったです、痛くて。これね。うん、すげえ、こんな変わるんだ。右の、そう。どう？あ、ないですね、この。でしょ？ここの痛み。ここもある。うん。確かに痛みないな。そんなに強くやっても大丈夫？ああ、ないな。
緒にやって、はい、順で。いや、これちょっとびっくりしますね、これ。確かにないな、痛み。マジか。これがね、解剖学なのよ。へぇ。アメリカの医学部でね、いまだに勉強してんだよな、これ。へぇ、確かに痛みないっす。だからでしょ。ってことは、これちょっとびっくりだわ、俺。骨の問題じゃなかったっすよ。完璧に直したいです。直そうよ。はい、これちょっとすげえな。いやこれはマジで絶対できなかったです。おお。また練習できちゃうね。はい。いやなんかその固定してテーピングテープあって、うん、こう固めた状態だったらまあ蹴れるんですけど。でもそれってでも怖がりながらです。うん、でもそれってね、はい、ナチュラルじゃないじゃない。はい、まあまあそうですね。これ、うん、僕この痛みってでも多分おそらくこれをやってもらえればこれはもう完全に復活するはず。まあ確かに、ね、横幅が広い靴を履いたっていうのは良くないことだと思うんだけど、うん、でもこの痛みとあれは違うってことが分かったでしょ、うん、はい、外反母趾は相変わらず外反母趾だけども、はい、痛みはなくなるじゃない、はい、っていうことはあの骨盤の傾きから取っていくとこのように良くなってくるってことなんでね、分かっちゃった、そうなんですね、可能性があるし進行はしていかないんじゃないかと思うんだね。足首の数はこういうのでもいいんですか。それもそうだし、はい、体重をかけてしゃがめるかどうかってことなんです、はい、問題は、はい、そうでこれが硬いということは骨盤 の、はい、あの傾きがあっていろんなところ痛かったでしょ、こういうとこ、はいね、そういうところの原因になってくるということになります。うん、はい、OK、アーチはどうやって作っていけばいいですか。アーチはね、落ちたらもう元に戻らない。だから、そうね、人体組織だ。人体とか。そうなんですか。うん、で、アーチが、落ちてるのはまだいいとして、上がりっぱなしの方が怪我しやすいの。ハイアーチって言うんだけど、はい、まあ、珍しいんだけどね、ハイアーチの方が怪我しやすい。あのアーチは、体重かけたら沈むようなシステムなんだ。はいはい、だから沈むことによってクッションのようになってるんだけども、完全になくなってるわけじゃないじゃん。はい、これは筋肉じゃん。はい、で若干の圧もあるじゃん、はい、大丈夫だよ。ああ本当ですか。うん、そう OK です。 OK、 はい OK、 ありがとうございます、はい、いやーよかった。練習できそう。はい、ありがとうございます。